ボンジュールトゥース。ボンジュールトゥース。あー、フランス語でいつまでたっても何でもいい。マリー・ダグーは小島の母親。面白いですね。ネタ仕込んできました。はい、ということで、アピアニスト・イン・パリス、オッターバのプレゼンターであり、パリで12年間暮らしておられた本田誠二さんに、はい、ピアニスト本田誠二さんにパリの面白話っていうとなんかすごく軽い感じですが、衣食住をいろいろ教えていただいております。はいはい、さあ今日はどんな話しましょうか。はい、今日はまずですね、行ってみたら驚いた実践フランス語講座。ああ、はい。そうそう、そういうのありますよね。本当に僕フランス語全然できないですけど、英語もちょっとしかできないですけど、それでも教わっていた英語全然通じないみたいなこともよくあるし、ありますね。はい、ね、フランス語も多分差もありなんて感じですから、はい、例えばだからこれはまあね、外国の方が例えば教科書で日本語学んできても日本で、まあ、全然そんな喋り方してないっていうんですけど、フランス行ってね、まずとにかく驚くのはですね、いやまず2つなんですけど、これ実際に私がパリの街中でいきなり言われたことなんですけども、何のことかわかりますか。一つはですね、うおこれが一つで、2番目がふぅ何それ。これ実際ですね、私シャンゼリゼの交差点を渡りながら言われたんです。これ全然2つの違うことなんですけど、それ言葉なんですか。そうです、ちゃんと言葉なんです。絶叫じゃなくて、そうそうなんです、うーじゃなくて、そう、最初何が起こったかと思って全然分からなかったんですけど、解説していきますと、1番目はこれ時間を聞かれたんです。で、2番目はこれはライター持ってねえかって聞かれたんですね。でももう一回やりますと、実際に私街の中でいきなりあーって言われたのと、ふーって言われたのと、まあ、実際こんな印象だったんです。だから、どういう国だったの？これ知らなかったら、もう単になんか叫ばれたとしか思えないんですけども、はいはい、フランス語で時間、は何て言うかっていうと、ウォーっていうのが単語、時間なんですけども、フランス語の場合、もちろん、英語と同じように定冠詞がつきますから、はいはい、L がちゃんとつくんですよ。ルがつくんですね。で、これがリエゾンして、ルーフとなるので、正式の発音は、アケルーフ。っていうのが、ワッタミジットナウに近いということなんですね。アケルヨマッナンっていうふうに言うと、今何時ですか、うん、ところがもちろん実際はそんなアケルヨなんてわざわざ言う人がないので、うわーって言われるんです。でもこれ実際に本当で、ね、最初は何だろうと思って、 あの人おかしいんじゃないかと思ったんですけど、でもかろうじてうわーってやってたから、腕をこう差し締めてその人時計してなかった、時間なんじゃないかなと。でも現実にあるんですよ。だから逆に言うと、知り合いだったらむしろちゃんと、トゥアルタンとかっていう、これあなたは時間を持っているかいっていう聞かれ方をちゃんとするんですけど、うん、知り合いだったらそんな、うん、でも道端でいきなり向こうからやってきたお兄さん、うわーって聞かれるんですよね。何時？まあ日本でそういうことはあんまりないですね。いきなりね、今何時かね、時間をお持ちですか？何時？そうっていう。ちょっと分かんないけど。でもね、これは結構いっぱいあります。それでもう一つ多かったの、これは私が多分男性だからなんですけども、これはもちろんフランス語で火っていうことをフーっていうんですね。例えば、はい、花火のことはフーダーティフィスっていうんですけども、うん、それでその時にフワーって寄ってくるんですけども、これは要するに、ね、なぜかタバコを持っていってるのにライターとかマッチ持ってない人がこうやってやりながら、まあその人はこうやって持ってる人が多かったんで、そのまま食べてフワーって言われたんで、ああこれ火だなっていうんで、私はタバコ吸いませんっていうのをノージュフィンパーとかっていうふうに言うんですけども、でもとにかくね、タバコの火の時に普通だったら、例えばマッチだったらアルメットとかっていうふうに、はいはい、いやいいのに、そっちの火をつける方じゃなくて、うん、ヒーって言ってくるわけですよ。でもこれ実際パリの街の中で結構あって、あ、実際フランス語ってこういうもんだなと。だからこれはもちろん、だから男性だから吸ってそうと、まあ今はね、もう禁煙法でガチガチなんですけど、当時の90年代のパリだったらまだやっぱり道端でみんなじゃんじゃん吸ってたってことがあって、ね、街中結構普通に吸ってましたもんね。そうなんです、ね、それで、あとフランスの人たちってまあケチくさいっていうか貧乏症っていうか、まずとにかくふわって引いといて、あ、火あるよって言ったら、タバコも 2,3 本くれないっていうんで、そういう風に大体来るんです、畳みかけて。それ知ってるから私は、うん、まあもうほとんど吸ってることはなかったですけど、もうてなもてな、吸わないしって言って大体避けてたんですけども、うん、でもそういうことで、まあ、日本で例えばこういう一語で話しかけられるってあんまりないじゃないですか。ないですね。でもね、フランスはそうやって、母音の国っていうか、まあなんていうんですかね、うん、単純な言葉でこう聞かれる場合っての多いんで、たびたびびっくりしましたね。割合と単語で喋るっていうこともありますし、だからもうフーとウルーがもう何回もこうその洗礼受けたんで、最後の方は驚かなくなったんですけど、実際にこれ私のね、オッタバのコンサートで出ていただいたフランス人落語パフォーマーのシルル・コピーニさんが、はい、彼も要するにそのフランスの方で
あなたは今日何をやっていますかっていう文章を、覚えてきて、うん、いきなり言ったんですけど、それが九州の字だったから何も知らんって言われてそれで全然教科書と違うじゃない、違うじゃない、あ、逆に日本にいらっしゃって、そう、日本にいらっしゃってね、だからまあ実践日本語ってのがいかに違うかってことを体験したって言うんですけど、うん、でも私のふーとかるーの方がかなりショックが大きいよって、で実際にみんな顔を近づけてきてすごい迫力なんですよ、結構フランスの人って、そうです、まあフランスだけじゃないかもしれないけど、本当に映画みたいですよね、日本でなかなかこうこうやってこう乗り出す人いないけど、でしかも他の言語を考えても、例えば英語だったら What time is now とか、うんうんうん、Have you eaten とかってドイツ語だったらそういう感じで、やっぱり文章とか時間という単語をちゃんと言うはずなんですから、うん、なぜかフランス人はそのまま時っていうことのうわーっていう風に言ってくるんです、しかも顔が近づいてあれには参って、お前スマホ持ってるだろうって今はそういう感じになったんですけど、うん、でも当時はよくそういう風に聞かれましたね、だから傘持たないとか時計持たないっていうのも驚きですけども、それを気軽に人に聞くかねっていうか、まあ言ってみればそういう風な、まあ、人と人とのその縁が割合と密接っていうか、うん、そういうところだからなんですけども、ね、そうです、だから皆さんフランスに行かれて、まあ、例えばお一人で歩いてたりすると結構地元に溶け込んだ在住の人だと思われることが多いので、いきなりうわーとか来ても驚かないように準備しておいてくださいだけどあの逆にあのそういうこれこの動画見てね、はい、ああいいこと教わったと思って、初めてパリに行って例えば女性の方とかが、シャンゼリゼの真ん中とかで向こうから来た人とかで、それはそれで相当変わった人だ、そうです、面白いなと思いますけど、よろしければぜひお試しいただければと思いますが、はい、その後どんな風になるかどうかの責任は僕は負えません、はい、ナンパの手段だったりしてる、ナンパ手段だったりして、はい、ということで、とても役に立つフランス語講座でした、はい、時と日について実践フランス語講座、実践フランス語講座でした、はい、それではそろそろ、はい、ですので、はい、わかりました、この辺でお別れしたいと思います、はい、はい、おば、ありがとう、おばちゃん。The gentle murmur of a brook, the whispering of the trees in a forest, the relaxing rhythm of the waves on a beach. We'd like to share with people around the world the voice of the planet, the beautiful melodies played by the earth. Voice of the Planet is a service on which you can enjoy a mix of sounds of nature and classical music 24 hours a day. It's brought to you by Ottava, the Japanese internet radio station specializing in classical music.Enjoy our high-quality natural sounds recorded all over the world and messages from the countryside of Japan, known here as Satoyama. And it's for a good cause. Part of Ottava's fee is donated to restore the nature of disaster-hit Fukushima and the endangered habitat ecoregion of Yakushima. Please search for us on Voice of the Planet Tokyo.